どうもグラビティです。グラビティでーす。どうもどうも。ボーカルグッバイスね。ギターアンです。本当にグッバイ宣言。どうもギターのグッバイ宣言です。ベースのグッバイ宣言です。ドラムのモーニング宣言です。よろしく。モーニング宣言。モーニング宣言。今回の企画は何なんですか、ロクさん。ズバリ、はい、グラビティで維新原神ゲームをやってみた。維新原神。維新原神。もう一回行こうか。ズバリ、グラビティで維新原神ゲームやってみた。とは各々が自分の歌うところを決めて、はい、その課題曲の中で5人それぞれがボーカルを取って、はい、最後合わせてみたときにかっこよく決められるかっていうどうかっていうのがグループでかかってくるみたいな。じゃああれなんですか、要は誰がここを歌うだろうと予測して、そう予測して自分はこのパートでいないとっていうことをしないといけないってことね。そうそうそう、ところも出ること、わざと誰かが多分ここを歌うだろうなっていうのを予測して自分は抜いとこうみたいな、その人のかっこよさを出してあげる、譲ろうみたいな。そう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 、スタネハン一緒にやってるからもうね、こいつはここ歌うだろうってもう分かってきてるもんね。もう5人で歌う楽曲もあるから、そういっぱいあるから、もう癖分かってる。だっていつもさ、パート振り分けがあるわけじゃないですか、まあ、あるな。なんとなく、あ、こいつはこの辺だなってのは、なんとなく予測ができるわけじゃないですか、まあ、そうだね、何メロかって大体決まってる。だから、でもメロは一節だよね。そうそうそう、今日はだから5人ともあの歌うボーカリストの気持ちになって一つの作品をしっかり完成させる。ボーカリストなんですけどね、僕は。そう、ボーカリストなんですけどね、僕は。そう、課題曲が、はい、もったいぶるよ。はい。もったいぶる。もったいぶろ。なんだと思う？ボーカルグッバイ宣言。なんだっけ？グッバイ宣言。グッバイはい、グッバイ宣言ということで、まあ今流行りのね、グッバイ宣言ね、やってみようと思います、はい、ということです。じゃあ早速、はい、レッツトライ。はい、ということで、はい、完成しました。イエーイ、5人が歌い切りましたね。歌い切りました。はい、どうでした？どう、まあ、5人のグループ合ってる感じだ。結構、まあ、無難に俺は攻めたかな。俺もだって6の次だから、なんか6のシンパシーめちゃめちゃ感じたもん。なんか声が流れてきたよ、俺の耳の中に。マジで、そう聞いてない、そう聞いてない、大丈夫大丈夫、聞いてる、全然聞いてない。そうか、うん、他はどうですか？なんかいつも俺歌いそうだなみたいなところだったかな。はいはいはい、うん、俺はやりきった。ああ、俺やりきった。お前はダブマジ意識したわ。ああ、まあじゃあ大丈夫そうやよね。それではね、皆さん聞いてみますか。ちゃんと俺は大丈夫。ワンツーワンツー、やっぱ歌ったか。やっぱワンツー行きたい。俺歌った、俺歌った、イエス、誰あれ、俺は誰も歌わない。歌わないとこなかったんちゃう。確かに。え、すげえ。すげえ。逆にこれちょっとオケなしでとりあえず流してみる。あ、いいよ。ワンツー。てん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 。今日始まんのかと思った。よし。よし。よし。え？俺とリヒト完璧じゃん。完璧だね。完璧じゃん俺ら。ちゃんと。何言ってんの？
ちょっとでも歌って。歌ってない。歌い手集団みたいな。でしゃばりか。好きだ。かっこいいね。かっこいいね。急になんか